長章。長明、長使用。156年から236年は、中国語漢末期から三国時代の暮れにかけての政治家。字は死府。送り名は文孔。徐州法上国の人。妻は孫子。子は蝶章、蝶級、他一名。孫は長信。創孫は長。原孫は長根。おいは長いさむ。 若い頃から学問に励み、霊書に巧みで、地望に長けていた。白子小康という人物から、殺春獣を教授され、その他広く書物を読んだ。やがて、王明、朝育と並んで、高い名声を得て、互いに親しく交友した。20歳前後で高齢に推挙されたが、都に出資しなかった。王明と旧君の意味名についての議論を交わし、 賃金ら同郷の人々の注目を集めた。その議論は、風俗通という書籍に記録されていたという。当県から関東に着くよう、重莎に推挙されたことがあるが、長生はこれを拒絶した。そのため、当県にこれを恨まれて投獄されたが、長育の弁護によって助けられた。あとに、当県が死去すると、長生は当県のために長寿を書いたという、 東権伝が引く、五所。東宅の専門などで中央が乱れると、その混乱を避けて、高南に移住する。孫作が、幼州で拒兵した時、その参謀として招かれた。孫作は長賞を得たことを喜び、上奏して行為に任命し、私有として偶したという、五所。長司、投げ軍中郎将に任じられた。孫作からの信任は厚く、孫作は、 長所の家に赴いて母親に挨拶するなど、家族同然の付き合いをした。当時、まだ長所は北方の私、大部等との手紙のやり取りを続けていた。孫策はその行動を心配していたが、改めて長所への信頼を示し、自分の派行を補佐してくれるよう要請した。孫策は長所に政治軍事の一切の祭壇を任せた。孫策は参謀として。 長将のほか、長広氏、畑松、陣忠氏といった人物を登用していたが、出陣する時は、長明らか、長広氏のどちらか一人を伴い、どちらか一人には、留守を任せたという、内逆伝、長広氏伝が引く、御所。武将の東藤が死去すると、長将は公認として、両毛を推挙した、両毛伝。二百年、孫作が休死した時その枕元に呼ばれ、 弟の孫権を補佐するよう委任された。この時、孫作は孫権に、内政のことは長生に相談せよと命じ、また長生に、もし、厨房、孫権の字が仕事にいる能力がないようならば、あなた自身が政権を取ってほしいと述べたという、呉歴。孫作の死後、ご官庁に、孫権が後を継いだことを上表した。長生は孫権が、廃下の将や城を統率したものの、 その死を悲しみしばらく政治を取ろうとしなかったことを知ったし、馬に乗らせて兵士を引き移させた。このことで人々は孫権が後継者になったことを認知するようになったという。202年または207年、クレフ人伝が引く、志林、しし、孫作と孫権の聖母であるクレフ人も死去した。その時、長将はクレフ人に召し出されて、 我が子の厨房をよろしく頼みますと彼女に委託された、いう。孫賢が当主になったばかりの時は、孫氏の勢力が不安定なものになっていたので、長将は、兵士、豪族、民の気持ちを安定させるとともに、時には自身が軍勢を率いて、反乱平定や、族討伐に赴いた。また、孫賢自身が出陣した時は、留守を守り、幕府の事務を処理した、御所。 尊権政権下では引き続き調理を務めた。尊権には、長公と呼ばれ信頼されたという、長広志殿が引く、公表殿。尊権は、虎狩りが好きで、牙に乗り虎を射ることを好んでいたが、ある時虎に反撃され馬の蔵に飛びつかれた。それを見た長将は、君主は優秀な軍神を使いこなすもので、野原で獣と勇むを競うものではないと尊権を、叱責した。これ以後、 孫権は、馬上で虎を射るのではなく、箱に穴を開けた車、木製の装甲車のようなものから虎を射て遊んだという。ただし、獣が車に近づいてきた時は、孫権手図から倒すことを好んだため、長将はまたもこれを潜めたが、孫権は笑って答えなかった。207年、流氷軍の高祖陣営から関連が投降してきた。関連は孫権に成常して、 争を打つことを進めた。長将は反対したが、関令に反論され、孫権もまた、関令の意見に賛同した、関令伝。二百八年の石壁の戦いでは、曹操軍の圧倒的兵力の前に、はたまつら多くの家臣たちと共に、孫権に降伏を進言している。曹操を退けた後に、孫権が劉備の推薦で、借機将軍に任命されると、 その軍師となった。周遊の死後、孫権は露宿を徴用するようになった。しかし、長所は露宿を嫌い、信任しないよう孫権に忠告した、露宿伝。長年の曹操との抗争の末、孫権は217年に曹操に降伏し、侵入することになった。221年、孫権が義により、皇に封じられると、死者の慶帝が豪を訪問した。慶帝は、 尊大な態度で臨んだが、長将は強く、これを咎めた。長将は、水縁将軍となり、義資健康に封じられた。長将は将、尊賞、等根、定例と共同して、朝廷の儀礼制度を整備したという、クレロク。尊権が豪となった時、軍信は長将を初代上将に押した。しかし尊権は、上将職は、百官の取りまとめなど責務が重要であり、 長章を上章にすることは彼を優遇することにはならないとして孫、章を上章に任命した。孫権は大使の孫頭のために長章に命じて感情を抗議させようとしたが考え直してこの長級に抗議をさせることにした。この間、長音という人物が評価を集め雇用や食官の諸葛亮など多くの者たちが彼を称賛した。長章は 長音のことを自分の後を引き継げる人材として期待をかけたが彼は後に孫権から疎まれ失脚した長音伝。二百二十五年に孫将が死去すると再び長将が押されたが孫権はこれを知り添け帰り見よう公認とした。この時孫権は長将は豪直な性格なので感情的な行き違いが起こるだろうから超将を上昇にすることは 彼のためにならないと、長賞を上昇に任命しない理由を述べた。孫権は、酒好きで、よく主演を催し、長賞もそれに同席した。ある時に、武将での宴会で、孫権は、酔いつぶれた配下に水をかぶせ、台から転げ落ちるまで飲ませようとしたが、長賞は物も言わず立ち去った。孫権が後を追い、皆で一緒に楽しもうとしているだけなのに、なぜ腹を立てるのかというと、 長賞は、昔中が、歌手休止地を作り、上野の院、酒盛りをいたしましたが、その時にも楽しみのためにやっているのだと考え、悪事を考えているなどとは考えておりませんでしたと、反論した。孫賢は恥じて、宴会を中止させた。その他、孫賢と新選についての話をしているところを句本に、からかわれた逸話や、句本伝諸葛務にその弁舌で手玉に取られた逸話もある。 諸葛勤務殿。229年、孫権が皇帝になった時、長将は自分が高齢で病気がちだとして、家に、領地、兵を返上した。孫権は改めて、長将を参考に継ぐタスククレ将軍に任命し、老公に封じ、一万個の職有を与えた。一説には、孫権が定位につき百官を呼び集めた席で、定位に即位できたのは、 周囲のおかげだと述べた後、同意して、周囲を称賛しようとした長将に対し、もしの時、長校の赤壁の戦いで、早々に降伏する、進言を聞いていたら、我は定位に即位するどころか、今頃は小敷きになっていたと日に来ると、長将はひどく恥いったという、好評伝。長将は三大することも、稀になったことから、家において、著作に励み、刺し春秋会や、 論語中などを表したという。ある時、孫賢は、元春に幼い頃に覚えた書を暗唱するよう求めた。元春は求めに応じ、公共の冒頭を暗唱したが、長章はその場に割って入り、よりしくんの前の場で適当だと考える部分を暗唱し、孫賢に示した。人々は長章を称賛した。妻を亡くした長男のために、 諸葛金の娘を後添えとして迎えてやった。また、老いが、府の推薦で軍務に就いた時は、これを喜ばなかった。長将は三大し、孫賢と面会するごとに、断固とした意見を述べたため、ある時孫賢の機嫌を損ね、目通りすることができなくなったことがあった。すると、諸君の使者がやってきて、諸君の素晴らしさを吹いした時、 呉の軍心たちが皆言い返せないということが起きてしまった。孫権は、長生がいれば、このようなことはなかったと残念がり、次の日に死者をじきじきに送り、長生との対面を求めた。孫権と長生は、お互いに謝罪し、長生は再び目通りが許されたことを感謝しつつも、今後も孫権に対し直言していくことは止めないと、述べた。232年。 高尊縁がクレの服属を願い出ると、孫権は使者として、長渡る巨案を派遣して、高尊縁を縁王に封じようとした。長将は、高尊縁が本心からクレに従おうとしているわけではないと、反対した。孫権は、長将の態度に怒り、剣に手をかけたが、長将は、孫作とクレ夫人の遺言を理由にあくまで反対し、孫権をじっと見つめ涙を流した。 孫権は剣を捨て、御座から降りて長将と向かい合い泣いたが、結局は死者を出発させた。長将は、意見が入れられなかったことに腹を立て、病と称して、家に引きこもり、出資しなくなった。孫権は、土で、長将の屋敷の門を塞いだが、長将も負けずに、内側から土で門を塞いだ。果たして、高孫縁は、長渡る、巨安を殺し、義にその首を送った。 孫権は何度も詫びを入れたが、長生は家に引きこもったままだった。さらに、孫権が直接門前から声をかけても、重病を理由に面会を断った。このため、孫権も怒って、長生の屋敷の門に火を放って脅かしたが、長生はますます門を固く閉じたため、孫権は慌てて火を消させた。そして、息子らによって長生は連れ出され、孫権も謝罪したので、ようやく出資した。 長生の名声は高く、容姿も禁厳で堂々としていた。孫賢は常に、長孝と呼び、意味名を避けることで敬意を示した。国中で彼は恐れはばかられたという。二百三十六年に死去した。飾り気のない棺を持ち、普段にのまま葬るよう遺言していた。葬儀には孫賢も立ち会ったが、祖福、平福のことかで望んだとある。文皇と送りなされた。 長男はすでに借位を得ていたので、借位は、少子が継いだ。陳珠は、長将は勲功を立派に立て、真心を持って直言し、正しい道を守った。ただ、厳格な態度が理由で、尊権に煙たがられ、最初、上将に任命されなかったと評している。小説、三国支援儀においては、悪役的な扱いをされ、赤壁の戦いの前に、 諸葛亮との討論に敗れる重心の一人として登場している。政治では一度官位と領地を返上した後も政治に関わっているが、演技では完全に引退したことになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。